妻と真っ向から意見対立。来年から部活が始まる商用の娘が部活に入部したがりません。娘は妻の意思を尊重し帰宅部で良いと言ってます。私は部活を通してとても良い経験ができたので、娘にも部活をやってほしいと思っていますが、共用する気もないので、一旦入部してから続けるかやめるかは判断すればいいと考えてます。<laughs> 何事も食わず嫌いはそうつうと思います。ひるくさんも、僕もそうすると思う派なので、何でもいいからとりあえず入ればっていうので,で、やりたくなければやらなくていいよっていうので、いいんじゃないかなと思います。子供の意思を尊重するのって、 一定のラインでいいと思うんですよね。子供の自主性を尊重した方が良いみたいないご事を言う人いると思うんですけど、小学生時代の僕の意思を尊重すると、学校に行かない、勉強をしないで終わると思うんですよ。<laughs> 行きたくねえし、めんどくせえし、朝起きたくねえしっていうので、まあ大人になってます起きないんですけど、学校行った方がいいと思うんですよ。なので、子供の意思を尊重するというのは一定のラインまでで、今はこれは損だと思うとかやりたくないと思うけど、きっとやってみたら得するかもしれないよねと思うものは、 親はちゃんと子供にそれは一定期間やらせるべきだと思うんですよ。で、一定期間やってみて、卓球とかマジつまんねえから二度とやりたくねえって思うんだったら、もう卓球部やめていいよっていうのを言えばいいんじゃないかなと思います。